あと、カンセロの話はね、今日ツイッターであれだったんですよ。あの、カンセロのニュース知らない人いるだろうか先にそれ喋んないと。 なんか、勝手に喋ってんな、みたいになるよね。フリーさんのニュースで、ホリーさんのニュースはやっぱ着眼点がいいですよね。ナーゲルスマンが3バック使い始めて、コマンターアルフォンス・デビスいるから、起用されてなくて、出番減少した。で、それに不満抱いてて、みたいな。で、控え組の練習で孤立していたほか、怒って、ボールを蹴り飛ばす光景もあった、みたいな。これ、カンセロだからさ、全然こういう風になるっていうか、カンセロ移籍するときにもしかしたら話してたもしれなよね。結局、戦術理解力みたいなところで、ナーゲルスマンのところで大丈夫かな、みたいな。 ただ、映えるんだと、押し込める展開多いから、ナーゲルスマン、しかもナーゲルスマンの映えるんだからね。ってなると、カンセロの悪さ。撤退守備の時の裏ケアできないとか、センターバックの背中守りにくい問題は、守りにくいというか、守れない問題。守れる時が少ない問題っていうのは、表面化しないというか、致命傷にならないな。でも、相手強くなった時にカンセロ使うと、その問題出るから、いずれにしろシティの時と一緒だ、みたいな話してて。で、 いつも言うけど、KD のカンセロのこと聞かれた時のインタビューで、他の選手だといろいろね、情絶に喋ってたのに、あカンセロは、まあね、独特な感性持ってるよね、みたいな。で、見ててもカンセロが天然なの分かるじゃん。なんでそこでそうしたみたいな、あの、逆サイドからさ、右サイドバックの方からクロス上げられて、左サイドバックが絞ってさ、空中戦しなきゃいけないのに、普通に参加しないで、まださ、上げられてっていうか、ドリブル突破仕掛けてる時だった。まだ相手の攻撃中なのに、普通に相手陣地に向かって歩き出したみたいな。 カンセロみたいな、すげえ、チャット欄も盛り上がった時あったじゃないですか。だからあれする選手って、まあ、天然なんですよ。でもカンセロって頑張り屋さんではあるじゃん。ただちょっと抜けてるとこあるみたいな。このカンセロをその大事な試合でずっとサイドバックを置いてて、そのまま失点のきっかけになって、マドリードの試合で CL 落としてみたいな、まあ、まあ、ペップのワースト采配だと思ってるんですけど、僕はあれ。で、まあ、まあ、そういうカンセロだから、まあ、こういう風になると。特に初めてのドイツでナーゲルスマンで。 戦術細かすぎてさ、で、その戦術もね、結構徹底するから、レバンドスキーですら、もう徹底させられてたぐらいだから、結局バルサ行って、みたいな。で、この時に、まあ、カンセロが、まあ、その報道が本当だったらね、怒って、ボール蹴り出したんだっけ、なんだっけ、怒って、キックっていうのは、これ、ね、ボールを蹴り飛ばす光景もあったみたいな。自分にイラついてる可能性もあるんですよね、これ。何なんだよ、みたいな、こう、人に対して怒ってるだけじゃなくて、できない自分に対してイラつくみたいな。まあ、サッカーやってたことある人だったら、結構そういうのあると思うし、サッカー以外でもね。 で、その時に、監督からできること。これ、僕自身の経験なんですけど、やっぱ教えたこととか戦術的なことをできない選手っているんですよ。で、それは、最初からやる気ない選手とか、監督舐めてる選手っていうのも当然いるんだけど、やろうとしてできない選手もいるのね。で、やろうとしてできない選手でも、それに対して、 いや、できねえのかよっていうのは人間だから瞬間的には思っちゃうんだけど、やっぱそこをサポートするのがやっぱ監督で、じゃあ別のアプローチ考えようとか、どう歩み寄ってその選手自体が抱えてる問題をほっとかないっていうか、一緒に向き合ってあげるみたいな。ってなった時にカンセロはもうイタリアでさ、ンインテル行ってね、ユーベ行ってて散々守備のこと言われてそれでもできなかったと。で、ペップの,あの体の向きとかまで細かい選手、あの監督に教えられてできなかったと。ってなると、ナイスマンでこれできるかっていうと、 よっぽどできないじゃないですか。ってなったときに、それでも監督にできることっていうのは教え続けるっていうか、突き放さないってだけなんですよ。あの試合で使わないっていうのはあるよ。試合で使わないんだけど、それでもちゃんとこれできたら使うよっていう課題を与えて、それに対して一緒にアプローチするしかないんだよね、監督にとっては。ここでお前できないからっていうのは簡単なんだけど、多分そういうので使われない選手とか、ね、今サッカーやってる人が聞いてたら、いや、それで俺見,見捨てられたなみたいな人いっぱいいると思うけど、ここで 監督にできることはアプローチ変えたりとか、同じようなアプローチでもいいから、その選手をちゃんと見てるよっていうのを、ちゃんと近くいてあげたりとか、そうだ、カンセロのこの、ね、やつ見て、はカカンセロ不満分子になったなとか、わがままだなみたいにトえる人多いかもしれないけど、ボール蹴ってみたいな。実際はカンセロ自身も、シティで出バイられなくて、じゃあ、ばえるんでって思って、それでもこうなって苦しいだろうし、そういう選手と向き合ったときに、まあ、投げるさみたいな戦術家の監督、投げるスマはどういうタイプかわかんないけど、 それでも向き合うっていうのは重要だなっていうまあ、そういう話ですね、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございますよかったらいいねチャンネル登録して帰ってくださいまた一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょうどうぞふとこでしたバイバイ